あんまり記憶ねえな。プレスターどんなとこだったかな。ドリームは割と記憶に残ってるんだけど、この嵐の島プレスターって全然記憶にないな。他に解放した人魚とかにも話しておいて、こいつはボトボトいたよね。イルカのルーが助け求めてたけど、あのイルカのルーってどこにいたやつなんだ。こいつは女王様の宮殿があった人、そして私は侍女だった。女王の侍女ってことか。中央に並ぶ4体の人魚像の導くままに進みなさい。そうそう、こいつがもともといたやつか。こっち側も、こいつの名前はナンナ。ナンナって名前なのか、アンナカンナナンナか。女王様にお仕えする踊り子の一人です。3人揃ったぞ。なんか踊り教えてくれよ。ありがとうございました。おかげで3人がこうして、3人つか、3匹だろ。揃うことができました。あなたに素敵なダンスをお見せしようと思ったんですが、一緒に踊った方が楽しいと思うんです。何これ踊りゲーム、別のゲームはちょっと、ダンレボの可能性がある。一番簡単なダンスをやりますから、あなたもこの子たちと同じようにやってみてください。これ何、上下に移動すればいいの。ほい、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 ほい。これ何やってんのダンス。やってるんだけど、これなんかもらえんの。特に変わり映えしねえけどよ。あなたってすごいのね。やったよ。ありがとう。うん。なに、ここでやれってこと。位置が悪かったのかな。位置とかタイミングとかそういうのが悪かったのかな。やってるんだけどさ、これなんかイベント起きる。これこれそもそも本当にこれ踊りなのか。合ってんのかな。謎の踊りを一周踊ったけど、いや同じようにやったんだけどさ、合ってんのか。何かしらイベント起きてもいいと思うんだけどさ、なんか起きんのかこれ。あ、もうわかんねえ。まだ話してないやつに話しかけるか。この宮殿の女王さん見たことがある？いいえ。じゃあちょっと待ってね。なになになに？大声じゃ言えないんだけど、女王さんはこんな姿をしていてね。え？ほうほうほう。あ、なんか女王っぽい雰囲気。いつもこんな格好で座ってるのはなんか嫌な感じなのよね。この先ではルーっていう名前のイルカが幽閉されているの。彼を助け出してあげて。ここで閉じ込められてんのか。ルーって名前のイルカが幽閉されてるの。彼を助け出してみて。ワープゾーンみたいな。助かってんじゃん。あいつ、頭突きでこのドア開けたっつうのか。とんでもねえな。頭ぶっ壊れるだろう。僕の名前はルー。以前の発明家のレオさんのところにお世話になってたイルカです。僕がレオさんから預かったブルーストーンは、ここでブルーストーン手に入んの？それを見つめるほどの心をつかみ、その性格を変えてしまうと言います。心の綺麗なものはより素晴らしい人となり、心の汚れているものは邪悪なものになる。俺汚れてるから邪悪になるな、これは。ある日、宝石が女王様に見つかり、ブルーストーンが取り上げられて、僕は幽閉される身に。女王がクソ野郎なのか。どうか女王様は元に戻し、ブルーストーンを取り返してください。もうもらえるのかと思った。後々、この指輪が必要となる時が来ると思います。さあ、どうぞ。イカズチの指輪をもらった。なんだ、イカズチの指輪って。ルー話を聞いて思うんだけど、女王様はそんな悪い人じゃないと思うよ。ただちょっと欲に目がくらんだだけなんだ。いや、それも悪い人だよ。あー、なんか、イラズマイレブンっぽい。イカズチの指輪。これを装備して、神の飛来神に触ると天空よりイカズチが落ちる。これはまだ使わないんだろうけど、後々使うんだろうな。飛来神。イカズチを頭上に落として、なんかするみたいな感じなのかね。で、右に、これどこに繋がってんだ？あ、これ反対側に繋がってる、もしかして。あ、ここなんだ、やっぱり。あれ、どっからそこに入ったらしょうがない人で。通してくれよ。いや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 。
これ上に戻ってさ、あいつに話しかけたらなんか変わんのかね。いつでも逃げ出せるのに出てこないで、あそこは気に入っちゃったのかしらね。もうバカなんだろう結局。あ、このイルカ？え、僕の話す気に立ってこない。あ、こいつが宝箱のところまで押してくれるイルカか。いいね、いいイルカだ。うん、空中に浮いてんじゃん。空中っていうか水中か。宝箱。大きな真珠を手に入れた。なんぞ、お。人魚の涙があったところに大きな真珠が入ってる。イルカたちの故郷であるサンゴの森で採れる大きくて美しい真珠。これ、一応装備してみるか。これ装備してなんか起きんのかね。これを別のイルカに見せることによってイベント発生するとかそういうのあんのかな。使ったことないアイテムとかいろいろあるんだよな。で、これでこっち側行けるようになってんのか。よっ。あなたにこのマジックフレアの魔法を差し上げます。マジックフレアは動きが速くて HP が大きくて空を飛ぶ魔物に使うといいと思いますよ。それ、鳳凰みたいな敵だよね。どの魔物のことを言ってるかもうわかりますよね。方法3つ目。マジックフレア、消費値も8。ボタンを押している間、パワーが食べられ、離すと爆発する。後で使ってみるか。あんまり使った覚えがないんだよな。どんな魔法だったかな。ここは特に何もないか。隠しアイテム的なさ、やつがあるかなと思ったけど、なさそうだね。この林業の右上のところに実はあってさ、その、一回しかチャンスがなかったみたいなさ、あの人魚を解放してしまうともう取れませんよみたいな、そういうやつだったらマジでクソなんだけど、さすがにそれはないであってほしい。まあ、願望なんだけどさ、実際そうだったらどうしようかね。ウィキペディアでさ、いずれ、その攻略調べてさ、アイテム回収編みたいなのやるけど、ごめんなさい、この助誰も通していけないって女王様に、うん、いやもう大丈夫。ルーは解放したから。真珠手に入れてよ。特に何もねえのか。どうなんだろうな。いや、それがやっぱ不安だよね。一度行った場所っつうかさ、一回でも取り逃ししたらもう回収できなくなるみたいなさ、要素があったら怖いよね。連れて行かれたと聞きますが、その後の様子がどうなってるんでしょうかね。いや、ほんとね。真珠を見せても何も、変わらないか。町にいる他の人魚とかに話しかけてみるか。これといって真珠持ってるね、すごいねみたいなことを言ってくれないんだな。これどうすりゃいいんだろうな。やってるけど、あんまり意味ない気すんだよな。変わんないよね。変わらんだ。守りの腕は装備しといて、あ、ここ、あ、家できたって言ってたの、そういえば。うちのイルカはサーバスっていう名前だろ。かっこいい名前だな。ケボロフレンズでイソーラ名前してるじゃねえか。こいつで真珠見せる。特に何もない。こっちに隠されたアイテムがあるとかそういうのもないか。情けだな。よし、嵐の芝、行ってみるか。嵐の芝に行って、まあ、次の、セーブしたっけ、まあ、次の冒険が始まると。旅立つ前にセーブするのは基本だよね。で、1万3000の経験値。待て。一瞬ちょっとコントローラーがフリーズして、やばいことになったと思ったけど、大丈夫だった。なんとなくフリーズする時の角度が、自分の中で分かってきた感じがする。で、右上の方の、新しいエリアに、行くとするか。さあ、新世界。うわぁ、こいつらか。なんかいい方法ねえかな。
新しい魔法使ってみるか。溜めてどんどん大きくなってる。え、どこまで大きくなるのこれ。これ以上は大きくなんないか。おお、なるほど。これでも鷹に有効なのか。ウニとかの方が効きそう。ああ、効くね。まあでもこの貝殻野郎倒した方が楽か。ウニも自力で倒せるからな。なに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 、 A か。 A さっきわけわかんない合意してきたからな。自己スパークみたいなさ、イカズチ使ったような謎の攻撃。ポケモンとかで A ポケモンっていたっけ。いないか、まだいないか。いや、いるか。マンタインとかが一応 A っぽいポケモンなのかな。人魚の魂を解放した。いずれポケモンの実況とかもやってみたいよな。まあ初代ポケモンとか金銀とかそこら辺ぐらいもしかやったことないんだけど、こっちは左側はもう全部探索したな。ウニー、紫ウニ、動きが固まってる。あ、一撃で倒せるようになってる。やっぱ武器成長してるな。でもこの貝殻野郎一撃で倒せる。あ、一撃してねえじゃん全然。オッケーオッケー、倒して。クリティカルソード、そういうことか。こいつ貝に閉じこもってる時にも、貝っつうか殻に閉じこも、あ、ダメだ。殻に閉じこも、あ、でも殻に閉じこもってる時に、動きを止めないで、倒すことができるのかな。殻に閉じこもってる時間が短かったような気がするな。前まで殻に閉じこもらずフリーズしてたけど、前の剣では。いや、前の剣の仕様がそうだったのか。動きを止めるっていう性能だったから動き止まってたけど、今の剣は動き止める性能がないから待ち時間短く済んでるのかな、もしかして。エンゼルフィッシュの魂を解放した。こいつ地味なんだよな、存在がな。話しかけるの忘れちまった。そうだわ。で、うにゅー、まあ、こまめに倒しておこう。そんなにダメージ、火ダメ少ないからな。倒しておいて損はないと思う。で、上に行って、あー、なんか見覚えあるわ。これ流されるやつじゃないの。うわうわ、めっちゃ流されるじゃん。上に、ひたすら上に行ってみるか。いけないいけないいけない。これどこまで流されるの。来ちゃいけないところまで流されたような気がするんだけど、戻れねえもんな。今の下のマップ気になるな。なんか見覚えあるわ普通に。まあ行けるところとりあえずやって、下に戻るっていう感じにするかこの後。いや、いいな、今のサイコソードから新しいクリティカルソードだっけ。こいつの待ち時間が大幅に短くなるのはでかい。動き止めないって大事だね。ダメージがさ、飛んない敵の動きを止めることができるってやっぱ強いわ。この辺は何もないのか。で、一周して、ここの、こっちの下の方。まだ来てないよね。あ、いるいる。クラゲみたいなやつ。こいつダメージ食らうのはしゃねえな。やむなしだわ。あ、でかいの欲しい。くっそ、ちょこまかと動きやがって。んで、踏みつけて、今度は誰だ？エンゼルフィッシュ。エンゼルフィッシュ、ここに来て多い。多いね。増えてきたわ、エンゼルフィッシュ。で、この辺はもうやり過ごしたっぽいね。これだけか。あー、ちょっと待って、来た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 。いいね、まだ行ってない下のエリア。で、キングラを倒す。ご自分は欲しい。で、また町に戻してくれる宝石お姉さん。いや、まだいいか。下の方の道が気になるな。こっちの下ってさ、行ったっけ。うわ、すげえ気になるな、あっちのマップ。上から回り込んでいくのか。そもそもどうなってんの、ここの海底でしょ。どっか別のマップなのか、同じマップなのか、どっかで繋がっているのか。
辺が謎だよね。まあひとまず行けそうな上に行って、なんかボス戦じゃなくてよかった。嵐の島プレスター、ゴリラが多いな。雨かけるゴリラいいね。この水も滴るいいゴリラといったところか。で解放、人魚の魂を解放した。水になってる、キャッキャフフしてんだろうな。あの黄色いのはなんだ、いかにも動かそうなんだけど動かせねえわ。でピチピチさせて、あ、すげえ、このゴリラも一撃倒した。いや一撃、え、なんでさっき一撃倒すんだ。でも逃げ切って倒せるようになってるからいい武器なのかな。で今度はエンゼルフィッシュ、うわー絶対忘れそうだな、この辺のエンゼルフィッシュ。2匹か3匹エンゼルフィッシュ解放したよね。いや気づかなかったら気づかなかったら自分の動画を見返すことぐらいしか。ここでこれ使うんじゃないの。神の平石に触ると天空より土が落ちる。ほら、え、何したらいいんだ。これ、ね、敵を近づけてあれって倒すみたいなやつ。何をしたらいいんだこれは。近づくだけで雷落ちんのか。そういう説明がねえからさ分かんないよね。守りの腕は装備しとくか。ほうほうほう。いやでもあれでぶっ壊せるの初めて知ったような気すんな。で、あ、またピチピチ跳ねてるねこいつは。左に右に行ってみるか。Y ボタン押しっぱなしだっけ。ほい、これ使いにくいねやっぱり。まあ、2頭を追うものは1頭も得てたな今のは。いいね、倒して、あー全然気づかんかった、後ろにいやがって。こいつもか。これはこれ違う、関係ないやつ。おお、こいつそうだったのか。やっぱ上のやつそうだったか。よしよし、しとめたしとめた。まだどこだ、これか。あー違う、これ鳳凰かや。この鳳凰にさあれが効くっていう風にエンゼルフィッシュか誰か言ってたけどさ、全然効きそうな気配がないっていうか、動きがどの道早いから効かなさそうな気する。うん、回収できなかった。人魚の魂、ここは入ってすぐの入り口の近くだな。あの人魚は登場キャラが増えれば増えるほどな探索漏れのリスクが高くなっちまうな。残り5か。左も多分なんかあるよね。当たんなかった。ほい。んで、下のどっちかそうだろう。OK。80円使うのがもったいないんだよな。OK。これかな？よし、2ウェイ。今のヒットはでかい。待って、あとどれだ？あいつか。オッケー、これがこいつか。これはこれはこれ鳳凰か。回収できんかった。もう MP 低いからジェムが低いからもう普通にボコした方がいい。いいね、大ジェム。
イルカの魂を解放した。こいつらにも名前とかはないのか。基本的に主要なキャラには名前はあるけど、そうでもないキャラは名前はないと。アンナ、カンナ、ナンナには名前あったけど、あいつらは別にそこまで主要なキャラっていう感じしないんだけどな。で、上の探索もこの平石に触れて、もう絶対これ関係あるだろう。これ全部やると道が開けますみたいな、そういうやつじゃないの。違ったな。何したらいいんだ。うわー、じゃあ鉄のゴリラは倒せないや。鉄のゴリラさ、引きつけて雷で倒せないかな。ちょっとゴリラこっち来て。お、倒せた。倒せるんだ、あの鉄のゴリラ。他は？あー、こいつは別に武器で倒せるか。ただ今守りの腕を装備してないから火種がひどい。ちょっと痛いかな。宝石おばさん、待て、魔物の巣が残り2か。全部魔物の巣解放させるか。魔物の巣を全部解放させて、ちょっとこの鉄のゴリラ誘導作戦使うか。それで今、ああいいね、2体出てきてくれた。鉄のゴリラを誘導させて、ほい、倒して、多分本来違う戦い方なんだろうけど、一応現時点でもう倒せるから、やるべきことをやっておきたいよね。4つ目の人魚像、あなたのために道を開きました。さあ、ここに戻ってらっしゃい。あーってことは、過去にあれ気づいたっぽいな。だってこいつがさ、新しい道開通してくれて、これ多分ボスの部屋に行くためのやつだと思うんだけどさ、そのボス倒して全クリしてるっていうことは、この謎は解いたってことなんだよな、自力でな。当時の俺も今の俺も相変わらずだぜ。じゃあ残りの魔物の巣1ってさ、どこだ。このマップにあるよね、まだた。あー、ここか。全然気づいてなかった。で、広々として、特に何もない。広くなったけど、これといって何か進展があったとかそういうのは情け。じゃあ戻るか。魔物の巣残り0だから、ここでやるべきことは全部果たしたから、で、時間も時間でそろそろいい感じだから、ここで戻って、この島に点在している黄色のモニュメントは平石です。ここでヒントを教えてくれんのか。このヒントを聞くことでつまずに済むのか。だってここのさ、この宝石を出す条件ってさ、鳳凰みたいなやつ倒して、この画面の今真ん中あたりにさ、魔物の巣だったものが映ってるけど、その鳳凰の魔物の巣を倒すことによって、この宝石のお姉さんが出てきてくれて、そこでヒントを得て、平石を使ってゴリラを倒すっていうのが正攻法のやり方だったんだろうね、きっと。イカ寿司の指輪をはめて、これに触れば神の怒りが魔物を焼き尽くすことでしょう。このお姉さん結構アグレッシブなこと言うね。お望みならば、あなたを海底の神殿へ返して差し上げましょうか。よし、じゃあ町に戻って、続きは次回ということに。あ、待って。話しておくか。話しておこう。あなたのために道を開きました。で、左上に開通と。まあ、このお姉さんだけでいいか。エンゼルフィッシュは多分3体くらい解放したけど、それはまあ次回の冒頭で、あのエンゼルフィッシュに話しかけるところから始めるか。そしたらこの辺でセーブをして、今回は終えるか。いいえ、では私の元でゆっくりとおやすみなさいと。